はい、2016年ゼロトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近くを投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼロトレーダーは FX 統一となってます。で、今回はね、半間洋先生が、世界バイナリーオプションスペシャリストになってね、次は世界一の億万長者を目指すということでね、気違い的な 周りから見れば気違い的なことですよね。それに対して世界一の億万長者を推そうということでね、私、半間洋先生、世界スペシャリストの半間洋先生が頑張っているわけですね。で、そういうことでね、刑事とかなんか悪口とかなんかひどいこと隠しているけども、本当にその通りだけど気違いみたいなもんですけども、実際違うからね、真面目職ですからね。まあ誰が見たって気違いに見えることなんですけども、それは当たり前なんで、刑事ではいいことを書いてください。先生ですからね、相手はね。世界一の億万長者を超すなんていうのは一人でね、気違いみたいなことですからね。そういう内容しか書けないですからね。ね、それに世界一の億万長者になるためにも、まあ、気違いみたいなことの内容なんですよ。そういうわけじゃないけどね、気違い的じゃないけども、もうね、そういうことで、できればね、そういうその気違い的なことを言わないで、世界一の億万長者を超すなんていうのは気違い的なことだからね、誰だってそうなんだから、そんなことは当たり前なことを書かないで、いいことを書くようにね。日夜ね、そういうことで、周りが見れば本当気違いみたいなことを仕事やってるわけですよ、ね、こっちは真面目にやってるんですから。1000ロットの投資とかですね、じゃあもう足んない時代だと、1万ロットですね、FX と1万ロットで1日で、1億円稼ごうとね、そういうような企画を発表してるわけですけども、そんなことを周りが見て気違いだということで言われますけども、これは真面目にやってんですからね、こっちはね。まだ投資してませんけど、そんなにね。前はして、少しはしてるわけですけどね。FX じゃなくてバイナリーオプションではね。ということでね、あとね、コンピュータ分析でやってない人はみんな知恵遅れですよ。勝ってる人いるけども、ほとんど負けてますから、ね。それは、あと東大卒それ以上の勉強してなければ稼げないっていうことは当たり前ですよ。で、俺なんかもう東大も高校卒だなんて、そんなの無理なの当たり前だしね、こっちではもう無理なことですよ。私は大学の先生の資格も持ってるしね、大学の先生もやったことあるしね、それでも大変なんですからね。で、まあ言うなれば、コンピューター分析できないで投資してる人っていうのは知恵遅れなんですよ。全員ですよ。それをよく知ってください。で、稼いでるっていうのは、そういう中から見たら、ほとんどみんな損してて、一つだけ稼げてるだけだです。その代表だけだということをよく知っていただきたいということですね。ギャンブル投資なんですよ。完全なる。コンピューター分析をちゃんと できないで、プログラムできないね。東大卒、学問を卒業できてない。で、理数系はもう必要ですからね、絶対ね、東大卒の。私の時では、おじも東大だし、ね、私のじいさんも東大だし、ね、あと2回目の母のじいさんも東大ですよ。3人東大ですよ。私は神奈川国家大電気科を卒業しておりますけれども、高校までには工大学文学部を勉強を終えて卒業してます。五郎さんっていうですよ、五郎さん。兄弟卒の。彼だって兄弟ですよ、芸能人やってる、五郎さん。
あの人のお父さんが学長やってまして、でよく僕は若い時に勉強習いに行ってました。家に直接行ってましたよ。同じ年ですけどね、五郎さんとね、芸能人のね、兄弟ですよ、やっぱり。私のとこも東大ばっかしたしね。ね。で、お父さんも学長やってますからね。和光大学、和光大のね。ということでね、確かにもう勉強できなかったらもうダメですよ。無理です。で、お金稼ぎたいと誰も言うわけですね。うん、それはそうですよ。絶対ダメ、無理ってこっち言ったって聞かないし、お金稼ぎしたいでしょ。ね。で、しょうがないですけどね。だけど、無理ですよ。で、それを直接言ったって怒ってくるからね、みんなが。はあ、やっぱり勉強できなきゃダメですよ、全然。お金稼ぎは勉強しか、勉強できなきゃ全然ダメだってことですね。私はね、何分だ。私は二十歳にね、大会社いくつも受かって、もう、ほとんど全部受かったですよ。合うものね、合うもの。大きい会社はみんな二十歳代で受かりましたし、IBM の研究所にも勤めてましたよ、私はね。二十歳代で IBM の研究所も勤めてましたしね。パナソニックの研究所も勤めてたし、正社員ですよ。ということでね、セコムにも勤めてましたね。保安も大事なんでね、仕事ね。金融関係は。勉強してましたよ。管理職もやってますしね。まで、勤めてましたしね。ということで、勉強できなければダメだということですし、ね、勘でやってるとか、自分の判断でやってる人はみんな知恵遅れであるということ。で、勝ってる人は